んにちは。今日はお友達のなおさんからお土産便ということで、お土産とかいろいろ入れてくれてるんですけど、そちらをね開封していこうと思います。これお手紙とで、ね、この上にこれが入ってたんですよ。これラクザマヤ、ラクザマヤ、なんだろう、何かのあれですかね。じゃーん、ポストカードですね。お花の、これもなんかすごい素敵なクリアファイルなんですけど、ラクザマヤ、ありがとうございます。これもお土産なのかな。ね、なんかすごい素敵ですね。ありがとうございます。どうしようかな。すごいね、お菓子がいっぱい入ってます。まずこちらです。あ、またチロルチョコが入ってる。ありがとうございます。すごい、なんか毎回なんかいつもチロルチョコいっぱいいただいてる気がする。嬉しい、ありがとうございます。こちらと、でこちらです。すごいいっぱい入ってる。すごい、高知県、あ、高知限定のカツオのたたき棒、初めて見ました。カツオのうまい棒、すごい楽しみ。でこれ愛媛のじゃこ天、じゃこ天棒ですって。すごい、ありがとうございます。これも愛媛限定なんですね。わあ、嬉しい。こういうなんかご当地のお菓子食べれるのってね、あんまりないので嬉しいです。ありがとうございます。すごい楽しみ。どういう感じなのかな。で、続いてがこちらです。すごい。またいっぱい入ってるチロルチョコが。なんかいつも本当にたんまりもらっちゃうんですけど。これ、きなこ餅。もうこれ定番ですね。で、これが塩入り、すごい、プレソルティープレッチェルチョコ、ちょっと塩が入ってるんですか。美味しそう、初めて見ました。ありがとうございます。なんか旅行にね、なおさん行ってきて、そのお土産なんですけど、いろいろ、これ何、博多あまおうですって。これなんだろう、ちょっと気になる。ちょっと開けてみましょうか。これは九州、北九州。わ、なにこれ、すごい、面白い。見てください、これ納豆、納豆っていうんですか、このネジと納豆、ほらこんな感じのですね。あ、ボルトと納豆を締めてみてください。締めれるんだこれ、すごい。ちょっと今は食べないからやんないけど、面白い、初めて見ました。ありがとうございます。こんなに入ってる。あ、これ締まってんのかな、あ、違うか、ちゃんとネジが入るんですね。すごい。ちょっと後でやってみますね。ありがとうございます。面白い。初めてだ。続いてこちらです。ミレーの枕。こんな感じのビスケットですね。ミレービスケット、嬉しい、ありがとうございます。パクパクいけちゃうやつですね。ちゃんと賞味期限まで書いてくれてる。すごい、いっぱいだ。こちらとでね、すごいものが入ってます。じゃーん、すごくないですか、チロルチョコ。またまたチロルチョコ、こ
これあのなおさんがなんか九州のチロルチョコの工場、そう、そこに行った時にアウトレット商品っていうんですかね、これ一袋で500円なんですって。そう、それをねお土産で送ってくれました。すごくないですか。え、これ何個入ってんのって感じなんですけど、これはすごいいいですね。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃたんまりしてる。何キロ入ってんの。 485g も入ってる。すごい。やだ、チョコばっかりでめっちゃ嬉しいんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。なんかいつも本当に感謝で、感謝、本当に感謝しかないですよ。ありがとうございますね。紙物もね、いろいろ入れてくれたので、そちらも紹介していきます。まずこちらです。かわいい、じゃーん、かわいい、すごい、これ綺麗に貼ってますね。サンタさん、もうすごいいっぱいメモが、かわいい、こんな感じの、すごいクリスマスって感じでいいですね。でメモもいろいろ入れてくれてます。すごい綺麗な、こんな感じですね。かわいい。はい、こんな感じです。はい、かわいい。丁寧に何か一個ずつ包装してくれて本当に嬉しいです。くまさんです、かわいい。めっちゃかわいいですね、これ。かわいい。あ、レインコートくまさんだ。マサです。かわいい。はい。なんかすごい絵になりますね。かわいい。ちゃんとなおさん季節ごとのもいろいろ買ってすごいな。続いてすごいんですけど、これも私本当に嬉しい、感激しちゃいました。これ何かわかりますか。ついね、本当何ヶ月前だろう、1ヶ月ぐらい前ですか、なおさんね、あのすごいドデカ瓶をね送ってくださったんですよ。その時に収納ファイルを作ってくださって、でね、これトレペの袋なんです。すごい量、すごくないですか。本当にもうすごすぎて、なんかもう本当感謝感激です。作ってくれたんです、こんなに。こういうあのトレペのこういう感じの袋なんですけど、すごーい。こちらなんですけど、これあの前回の送ってくださった時に作ってくれて、こんな感じで、あのこれもね前回こうやって入ってたんですよ。でこの収納素材とか収納するのに使ってくださいってこうやって作ってくれて、もうこれだけでも感激なのに、これをねまた追加でこんなにね作ってくれたんです。いやもうすごくないですか。いやもうなんだろう、本当にもう
すごい。感謝感謝感謝しきれないぐらいの感謝感謝です。ありがとうございます。これをだから多分これでちょうどなんじゃないですかね。素材入れて、素材入れて、これでぴったりぐらいなると思うんですよ。いや嬉しい。私ね、自分で作ろうなんて言ってて、なかなか全然作ってなかったんですけど、こんなに作ってくれました。もうすごすぎて、うん、感激感激感激を通り越して、本当なんかすごいです。すごい、はい、こんな感じで、はい、こんな感じで、これねまた収納するとき動画にできたらなって思います。でね、こうやって感じで収納。嬉しい、ありがとうございます。本当に本当に感謝でございます。最後こちら入ってました。かわいい、これすごいクリスマスっぽいですね。はい、じゃーん。いやこれすごい気になってたんですよ。なんかなおさんのポストで見てて、これがこうやってすごくないですか。こうやってすごい、こうやってこういう感じです。すごい、これだってぴったりにしないと絶対入んないのに、こういう感じで、これで押さえる、押さえっていうか、でこうやってこうやって止めるやつですね。すごい、すごい、かわいい、すごいですよね。これ初めて見ました、こういう感じのファイル。これが止めるやつで、でここ、こういう感じですね。アコーディオンファイル、ステッカーだ、嬉しい、かわいい、天使の、え、めっちゃかわいい、ありがとうございます。あ、これもステッカーですね、嬉しい。はい、あ、かわいい、あ、これもステッカーだ、え、嬉しい、ありがとうございます。ここにも入ってる、あ、これもステッカーかな、すごい、これちっちゃいんですけど、これもステッカーですね。え、めっちゃかわいい、嬉しい、すごいステッカーばっかりだ、小さいサイズいいですね。初めて見た、このサイズいい。はい、またステッカーがいっぱいだ。嬉しい。アルブングさんのですね。ありがとうございます。色違いでいろいろいる、はい、こんな感じです。で、これがここに入ってて、で、こうやって入るという、すごいですよね、この設計がすごいですよ。
すごい。これすごい。はい。とってもね、すごい。紙物もすごいし、もうお菓子もすごいし、本当にありがとうございます。感謝、感謝でございます。これめっちゃ食べるのがもう全部楽しみ。しかもこの紙物も、あとこれですよね。これも、本当にすごい嬉しい。またね、これに入れて収納するような動画も撮っていきたいなって思います。はい。なおさん、本当にいつもありがとうございます。ちょっとね、チョコを食べ過ぎないようにしないと。でも多分これ開けたら一気にいけますね。はい。あと可愛いファイルとかも本当にありがとうございました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。